私たちはローマカトリック教会にとって非常に重要なバチカン宮殿にあるシスティーナ礼拝堂にいますここではローマ法王がミサを行いますしかしそれ以上に有名なのはこの部屋は枢機教団によって次のローマ法王を決めるときに使われるということです この部屋の側面のすべては装飾され床は美しいモザイクで壁はルネッサンス初期の画家によるフレスコ画が描かれ天井画はミケランジェロによって祭壇の後ろの壁にもミケランジェロが後にフレスコ画を描いていますそしてこの作品は壮大であり見る者は皆上を見上げています今日は7月上旬のある日の夕方光は拡散されフレスコ画はとても立体的に見えまるで彫刻のようです ミケランジェロが何年もかけて描いた天井画が1512年に初めて公開された時想像するまでもなくそれらの絵は今までになく革命的に見えたことでしょうミケランジェロは初めての重要な彫刻家であると同時に実は比較的最近に行われた修復後に彼の色彩も素晴らしいことが分かりました しかしミケランジェルにとって線を描いて絵の中から彫刻のごとく人物を木彫りに描くことが最重要でした力強さと優雅さを描き出す並外れた能力が現れています大きさと存在感に満ちあふれカリスマ的でありながら優雅さと理想的な美しさが現れていますそれでは天井画の解説をしていきましょう最も重要なのが 天井中央部に描かれた創世記からの9つの場面でしょうこれらの絵の額は建築様式の枠組みで描かれ本物のように見えますそれでは天地創造の場面から始めましょう神は光と闇を分離しています私はこのシーンが大好きで現象の神の光が神の体の片方にあり夜の闇が反対側にありますこの最初の分離が宇宙の摂理を創造しました 次に、アダムの創造と、エヴァの創造と男女の区別に移ります。神が作り出した最も完璧な非造物である人間から始まり、そして人間の堕落、善と悪の分離を表しているようです。男と女が神に背き、アダムとエヴァがエデンの園から追放されます。そして入り口の近くにノアの場面があります。 これらすべては聖書の最初の本である創世記の場面です。そして興味深いのは、これはカトリック教会でありながら、キリストの絵がありません。しかし、旧約聖書の場面がキリストの到来を示し、キリストの存在を別の意味で表しています。決してアダムとエバの現在のみがキリストの到来の理由ではありません。中央の場面の横を見ると、 預言者や巫女が人類の救済者を預言しています私たちが座っているちょうど真向かいに描かれているリビアの巫女は目を見張るほど美しいです巫女は古代の多神教徒の預言者であり未来を見ることができましたそしてカトリックの伝統においてはキリストの到来を予言しています リビアの巫女を見ると、彼女の体はとてもたくましく、ひねられた体がとても優雅です。彼女の足の指が床についているところなど、まるでこれから立ち上がろうとしているかのように見えます。リビアの巫女には存在感とドラマが見られます。彼女は現実には無理な姿勢をしていて、ミケランジェロが背中のすべての筋肉をはっきりと描いています。実際には男性モデルを使われたと知られています。 色使いには圧倒されます初めてミケランジェロを勉強した時は彫刻の形と線のみを習いましたそしてシスティーナ礼拝堂の目覚ましい修復の後に元々の光沢のある繊細な色彩が現れました紫金オレンジそして青が使われています彼女は後ろにある予言書を取ろうとしているのでしょうか 彼女の顔には自信と聡明さが満ちあふれ、キリストの到来を明白にしているかのようです。すべての中央場面において建築様式で描かれた枠組みの4つの角に裸の男性像が描かれています。これらをイニューディーといいます。これはとても大切であり、ミケランジェロは単純に場面を分けるために描いたのではありません。ミケランジェロはこの壮大で複雑な舞台をまるで本物のように描き上げました。例えば、 リビアの巫女はまるで建築の上に座っているかのようです。そして彼女の横にブロンズ像があります。さらに三角マがあり、これらの表現がそれぞれの場面の間で幻覚的距離を作り出しています。リビアの巫女の両サイドには浮き彫りが施され、その上にはイヌーディがいます。 ここで明白にわかるのがこの瞬間は古代ギリシャとローマ彫刻の再発見の時でありミケランジェロはローマのバチカン宮殿にいてこれが正規ルネッサンスであるということです。 さらに楽天主義で天井に描かれた優雅で高貴な姿とミケランジェロが後ろの旅に何十年も後に描いた暗く悲観的な「最後の審判」を比べるのは大変に興味深いですしかしそれには理由がありミケランジェロが天井が押し上げた1512年から「最後の審判」を描き始めるまでの間大きな出来事がありました プロテスタントによる宗教改革が始まり、教会は攻撃の的であり、ミケランジェロの世界は崩壊しました。天井画を見るとき、その楽天主義を見る代わりに、すべての知力と感情的力に代表されるのが正規ルネッサンスであり、古代世界の進化の再認識であります。これは驚くべき約束の瞬間であり、これらの描かれた絵によって、それらはすべて輝き出します。 そして忘れてはならないのは、いくつかのドアの向こうではラファエルが同時にフレスコ画を描いています。ローマにおけるなんという瞬間でしょう。